www.videonews.com こんにちは。こんにちは。えー、今日は、えー、2022年の9月の1日の木曜日ですね。あの久しぶりに角谷さんと犬込、まあ、を、はいえー、お送りしたいと思います。うん、で、まあちょっと政治についてね、うん、あの昨日総理会見なんかもあったりして、はいえー、国葬だ、統一教会だ、うん、いろいろあの表面的なニュースは聞こえてくるんだけど、一体何が起きているのかっていうのが、うん、ちょっと最近の政治報道は、まあそういうものがもう。 ネタが取れてないのか、うん、そもそもそういうことを書かないのかわかんないんだけど、うん、あんまそういう情報っていうのがもうあの普通のメディア見てても伝わってこないんでう普通のメディアが伝えないからどこで伝えるんだって感じになっちゃうからまあそれ、ね <laughs> ねうん、はいでまあ、ちょっと角谷さんにぜひその話を聞きたいと。はい 私も思ってましたけど、まあ、そういう要望も結構来てま、はいはい、あのぜひ聞いていきたいと思うんですけど、うん、まず最初に、まあ、ちょっと月並みだけど一応まあ今あの話題となってる、えー、まあ国葬って言われてて国葬儀っていうらしい戦前の国,政あの国葬令とは一線を画すために、うん、国葬と言わずに国葬儀に統一しましょうと。うんうん まあなんか小手先のいろんなことをやってるんだと思うんだけど, <laughs> だけど戦前にはその国葬という国葬令という法律があったからねちゃんと法,に法的な根拠があったで現行法制下には国葬というその法律がないということは概念がないわけですよですからこれはまあ法制局がいろいろ理屈をつけていろいろ言ってますけど、うんうん、じゃあ国葬と国葬儀はどう違うのかという説明に、うん、あの野党ヒアリングで役所は答えられないですね。 まあそれを一応昨日の会見で総理がね、うん、まあ国会に出て行って、うん、なんかすごくあの大げさにテレビも入れた状態で、うん、むしろ入ってない状態の方が。 あの、異例だよね、それってね、うん、非,公非公開の、あの、<laughs> そんなにもったいぶられることじゃないよね。えー、テレビも入れた状態で、私があれするっていう、うん、まあ、喋るっつってるんだけど、まあ、それが。ただ説明するだけなのか、あの、議決が必要なのか、そんな話もちょっと聞いていきたいんですけどね。うん、一体、その北政権の中で、何がどうしてこんなことになっちゃってるのかも、やっぱり一番聞きたいところなんですよ。うん、ちょっと、はい、昨日の、あの、えー、総理会見で、うん、まず、この統一、あ統一教会じゃないや、えっ、ー、と、国葬の方でに。 関してですね、北さんがあの発言部分ちょっとご覧ください。選挙有罪中の安倍元総理に対する強行を受けて、私は国葬儀を実施するとの決断をいたしました。民主主義の根幹たる国政選挙を六回にわたり 勝ち抜き国民の信任を得て憲法史上最長の8年8か月にわたり重責を務められたこと第二に東日本大震災からの復興や日本経済の再生日米関係を基軸とした戦略的な外交を主導し 平和秩序に貢献するなどさまざまな分野で歴史に残る業績を残されたこと第3に諸外国における議会の追悼決議や複合の決定公共施設のライトアップをはじめ各国でさまざまな形で国全体を巻き込んでの敬意と 位が示されていること第4に民主主義の根幹である選挙活動中の非業の死でありこうした暴力には屈しないという国としての毅然たる姿勢を示すこと国葬儀を執り行うとの判断に至った理由をこのように まああのプロンプターを見つつ、うん、つまり用意された原稿をもとにしゃべっているわけですはありますが、うん、一応理由としてこの4つを挙げました、はいまあ、要するに長いこと出席を務めたんだよっていうことと、うんうん、まあこれちょっと似てる話だけど、まあ、業績特に国際的な業績、うん、でこっちも外国でいろいろと。 あの追悼決議だの何だのっていうことをやってるからえまあライトアップするとかいろんなまあこれ外国ね外国でこうだったからってことをしきりに言ったっていうことだからまあ国葬だっていうとそれからまあ非合の死だったとねしかも選挙期間中のああいう中での非合の死だったからまあ暴力には屈しないという毅然たる姿勢を示す意味で。 これ、まあ、だから国葬だって言うんだけど、うん、まあこれそれぞれ、まあ、あの全部そうなんでしょうと思いつつ「だから国葬」っていうところにはなかなかちょっと結びつかない。うん あの、だからこそしなきゃいけないんだっていう理由には、どうもならないかなとも思って見てたんですけど。まず、ちょっと、これ、角島さん、解説していきますか。はい、まあ、これをなかなか、なるほどと受け止める人はね、うん、なかなかいないと思うのね。うん、で、まず、一番の、6回勝利したと、これは、これ確かに、そうなんですよ。安倍さん、本当に選挙強いからね。うんうんまあ、そのタイミングで打ってきてるからね、うん、選挙はね。ですから、そういう意味では、あの、選挙に強いのは結構、だけど。うん 選挙に強いのは自由民主党総裁として強いんであって国葬に値するのが選挙に強いってのは関係ないよね。うん、そ,ねそれから憲、まあ、政史上最長は8年8か月にわたって重責を務めたと、ねうん、もしかしたらこの国葬の理由たるところはこれしかないかなと。長くなったと。うん、でもね、うんえー、1980年に大平正義さんが 衆参ダブル選挙の最中に亡くなられたね。これも選挙中民主主義の根幹にある選挙活動中の非合の死だよね。ね、ちょっと直前には記者と会見なんかしてちょっと調子が良くて虎ノ門病院で写真なんか撮らせてたら翌日急変しな亡くなっちゃったと。もう一挙挙挙ににダブル選選はなっっちゃて え、移民と対象するわけだけどもうん、うん、でだけど、その告訴になってませんね。んねで、その時もその総理臨時代理を伊藤正義さんがいるんだけども。うんうん、伊藤正義さんは過敏に必要過敏にする必要はなしという判断をするんですね。で、こういう風なことで国葬はなくなった。うん、まあ,ある意味では戦後吉田茂さんの後、もし国葬の判断があるのならここで。 あったかもしれないことを時の政府が止めたんですね。止めたんですね。ちょっと待てと、うん、その必要あるかというふうに止めたと。その後はそれから20年後になりますけれども、小渕さんですね。小渕さんもその国会開会中に体調が急変して倒れられてやややって亡くなりました。まあ、小沢さんとギリギリの連立中の交渉をして、はい。 結局、中東が連日から離脱すると、うん、決裂した直後に部屋に戻って、芝龍虎の街道を行くを見ながら倒れられたという話でしたよね、うんうん、総理ただその前もねあの、厚労大臣だった丹羽裕也さんと会合で一緒になってもね、うん、最近、 ちょっと言葉が出ない時があるんだどうもねその予兆はあったらしいとこういうふうにいずれにしろ激務となかなか思うようにいかないストレスといろんなものが重なったんだと思うこれは大平さんと大変似てると思うけれども、ねうん、あのいずれもその現職の総理が倒れるということでは僕は安倍さん現職じゃないという意味ではね。そうですよねあ<の>どちらが 国葬たるかというと僕はあのそれだったら小渕さんと大平さんはどうするのと、うん、となるとね国葬決着は時の政府の判断になりがちになってしまうと、うん、逆にやめるっていう判断をした政府もあったけれども、うん、岸田さんはやるとこういうふうになったわけですね。そう考えると 非合の死はほかにも現職の総理が2人いたけれども総理退任後に、えー、確かに安倍さんも非合の死で、えー、ことに銃で撃たれて亡くなるというね、まあ、直後には大変衝撃が 国民の中にも走ったし永田町にも走りましてねそれを国葬を決めたのがそもそも14日という、うん、まあ8日に打たれたんだけど、うん、もすぐにそれを決めてしまったんですよねその衝撃の中で決めたんです、まあ、つまり極めてその岸田さんの判断が、うんえー、衝撃と同国の中にあったということ、うん、それから、えー、これから先の政権運営が安倍ありきから安倍に、うん、安倍ありきでなくなる政権運営になることへの 岸田さんの不安感がね保守層やその安倍派を取り込んでおくためにこういう決断をされたのかなとただ問題はえ国葬を考えているけれどもこれを当時やっぱり野党もこれは勝手にやるんですかと,ちょっと議会で話さないんですかと言ったら時の当時の,その官邸はですね えー、当時のって今もほとんどん変わってないんだけど、うんえー、官邸は「議、えー、議会で議論することはなじまない」っていうこれまたしびれる「なじむなじまない」っていうのは、うんうん、いや「なじむか」「なじまないか」じゃなくて、うん、その国が国葬を決断するっていうことに対して、うんえー、議会は無視っていうことがあり得るかっていう でそれの根拠が、まあ、最終的にはこれだと昨日示したんだから31日に示したんだからそうするとやっぱりちょっと説得力に欠けるというふうに感じるまたあの当初は国葬いいじゃないかと何、まあ、な,なら立憲の泉さんだって賛成みたいなことを言ってましたね、えー、ところがだんだん時間が経つにつれてさまざまな世論調査だとかを見るとおだんだん その反対の声が広が広って今読売以外は全部反対の方が多いかどうかということよりも、うん、やっぱり国葬に対しての疑問視をする声っていうのが明らかに増えたと最初のこはら国葬って言われてもそのことの意味があんま分かんなかった、うんうん、でもいろいろ聞いたら国葬って結構今までの前例から見てもすごい大変なことなんだっていうことが。 まあ分かってきてその判断を変えたっていう人も多いかもしれないですね。そうですね。僕はもうあの子供の時ながらね、80年の大平さんのまあ大平さんも小渕さんもいずれも自民党内閣合同層なんですね。で自民党内閣合同層でほとんどの戦後のその総理大臣のお葬式はあ営まれてるんですね。家族層以外にね。そういう意味では。 あの大平さんが亡くなった時大平さんも外務大臣もやられてるし小渕、うん、さんも外務大臣やられてました、うん、だから外国でもおき合いがあった人はたくさんいると思いますよだけどその時ね大平さんの時にはね、うん、なんだか知らないけどものすごく背中の空いたあの黒いドレスを着た人があのお花をね手向けるシーンがあってそれがイメルダ夫人だったってことを懐かしい、ね、子供ながらにね覚えてて。 まあ、あのそう考えると弔問外交って言葉はさすがに消しましたね今回ね、うん、あの諸外国からの追悼決議はなどが多くてというふうな調理がたくさんあったということを言いましたけれども弔問、うん、外交のことはさすがに自分の口から言わなかった,言わなかったし実際には、まあ、本当に弔問の外交ということになればね外交の、まあ、責任者担当者クラスが来ないとダメなんだけどうん、うん、どうも聞いてるとあんまり来ないみたいじゃないですか。まあでもね 日本だって世界中の要人が亡くなった時には大体元総理が言ってますよ自分で行くって総理はなかなかま弔問外交って言っても多分に儀礼的なものだということですよね逆に短期間で皆さんがお見えになるのでこれまたもうちょっとにっこりして写真撮ってっていうふうなことになるので弔問外交も実際になるかどうかと。 僕はそれを言うならあの直後にねブリンケンが日本に入って、えーね、いろいろネジを締めてきたっていうのの方が僕はあの重大な意味があったんじゃないかなというふうに思いますけど一つね、うん、この問題で僕角谷さんにぜひ聞きたかったのはね、はい、まあ結局こういうような大きな、まあ、事故とか非業の死のようなことがあったときにね えーまあ、今まで過去にそれを国葬にしてみたり、まあ、いろんな形でその人の死を政治利用するっていうあの試みっていうのは今まで何度もあったわけですよね。はい、であ,のあえてそれを例えば国葬っていうレベルにこうプレイアップするようなのも、うん、まあ何らかの意図があって当然するってことになるんだけどね決して政治利用がいいと思ってませんよ、うん、あのすべきじゃないと思う人の死をね政治利用するっていうことはねあの、まあ、要するに人が死んだ時に多くの人が まあ悲しみとかえ同情とかっていうような精神状態になってるところにつけ込んでそれを政治的な目的にその利用するっていうのは決していいことではないかただね今回僕がすごくちょっと気にしてるのはね過去の政治利用っていうのはまあ何らかのまあ本当政治的なこうえアジェンダがあってそれをまあ達成するためにまあそういうことを使うまあそれは例えばえ山本五十六の。 撃、えー、ち落とされた後も一緒に国葬だったらしいんだけどもね、あれも、まあ、ある意味ではその戦争継続のために、まあ、利用されたうようなところがあるわけですよね。うんうん、今回ねなん、どういう意図があったか、まあ、さっき角谷さんが、まあ、岸田さん直後でちょっとこう若干パニック気味だったみたいなところもあったかもしれない、うん、って話はあったけどもでもね、ものすごい小さい目的に感じるわけですよ。つまり保守派 に対して今まで安倍さんが保守派をまあ代表していると同時に安倍さんが保守派を抑えててくれたわけじゃないですか安倍さんがいなくなるとえ保守派がもう一気にその不満が岸田政権に対する不満が出てきちゃうかもしれないので安倍さんをとにかく最大限に持ち上げる必要があったとかって非常になんか党派性の強いというかね小さな話に感じるの、ね、でそのためになんかそれを国葬っていうのを持ち出すっていうのはあまりにもなんかちょっと話が小さすぎねえかっていう。 人の死の利用の方法としてですよ、うん、っ思ったりもするんだけど、そこはさん、党内のはどうですか。いや、だから、それをね、うん、それはやっぱりね、あの。それが自由民主党が政権を長らくやってることによる。うん、その区別のつかなくなっていく判断力だと思いますよ。党内の話と外が分側は。そう、そう、そうん。つまり、うん、国と党と、全部、その、ある意味では絶対権力がまあ。 も、持てるのが、まあ、総理総裁になるわけですから。それは、やってダメ、ダメなのってことになっちゃうわけですよ。やってもいいんでしょ僕を決められるんでしょっていうようなことを。また、周りの人が、はい、決める総理が決めれば、もう。全部動きます。でも、まさに、その総理が決めれば。っていうことの。重要な意味を感じたのは、先月の25。二十五、五六日だったかな。これまた野党ヒアリングで。でねうん、あの、野党の議員が。 どんどんその世論調査で国葬反対が増えてるとこれ国民全員が反対してもやるのかといった時にあの閣議決定がある限り国民が全部反対してもやるって言ったんだね,ねこれはねお前はハンナ・アーレントかとすぐ浮かびましたねあのアイヒマンがまさにそれだったとあまりにも凡庸な子役人でいやもう考えない。 何も今世の中に起きたり国民がどう感じているかは国民がかのことは官僚は考えませんと、うん、私は閣議決定というこのハンコ一つですべてをやるんですということをまあ堂々とこの時代にも言ってのける子役人がいるということがしびれたしびれた本当ね、うん、ハンナ・アーレントも本当泣いてると思うよ。うんまあ、いい役役役人人人にな,れる,なるねでもそのは であるかのように、その言っときながらね。実際はすごく大きな法解釈をしているわけですよ。要するに。まあ、それ背後にあるのは内閣設置法において、あの儀式だっけっていうものはそのやるっていうことが書いてあるから、それに基づいて内閣がもうやるって言えばできるんだと。でもその国葬とはもちろん書いてないですよね。そのいろんな儀式があるわけですよね。で、じゃあ何の儀式でもやっていいのかとね。ビューティーペアの引退式を。 国葬じゃないや国がやっていいのかとちょっとはごめんね <laughs> でもとにかく、まあ、ビフィケーテっても分かんないかもしれないね、うんまあ、いずれにしてもその何でもやその儀式って書いてあるから、うん、それで全部いいんだってわけがなくて、うん、これは行政法の専門家に誰に聞いてもですね、うん、当然その内容によって個別の えーまあ、その法的な根拠というものが必要になるとそこでぎあの儀式って言ってるから儀式は何でもやっていいっていう,ようなことになったら、うん、もう法律の体を成してない,てい、うん、で,でもその役人はその設置法を根拠にして全員が反対してもできるんですって言ってるっていうのは実はすごい法解釈を本人がしてててるってことだだよねかからあのあのなんていうのかなあの役所の中はいまだに岸田内閣になってないって感じですよね。 あの安倍さんにもお世話になったもんでっていう気持ちがそういう言葉になるのかもしれないしいずれにしろあのこういう判断を国民の方がねあの声を上げることで実はそのまさに学者だとか政界だとかがのトーンが国民より僕ずっと低いような感じがしてるのね。うんで でどうしていいかというとこの問題まさに私たち政治の問題として考えればテーマはこれなんですよ国葬を決断した根拠があまりにも根拠が薄弱でそれから議論の余地があるものに対して総理大臣が内閣のもとに決めたんだからいいんですという理屈にならない理屈で押し通そうとすることこれが大事件で大問題だとところが国民は一体これなんぼかかるか。 使ってから決め、あの、あの、わかるんですよと、こういうことですよ。つまり、青天井、青天井決算は。あの、予算っていう概念を、これまた壊してくれるわけで。そうしかも、受けてるのが電通なんでしょう。電通、価値、ね、まあ、もっと言うと。うん、電通、しかも、うこういう国家事業はできない。できないつまり、電通国。 って名前変えてもいいぐらい、電通じゃないとできないんですよ。うんうん、国家プロジェクトは。まあでも、そういうふうに、そういう人や作っちゃったわけですよね。そ,ういうそれはオリンピックで、あの前例を作ったからね。うん、オリンピック前例を作ったし、やっぱり国がもうそういうものは全部電通に投げて。うん、電通にしか投げてこなかったってことで、ねうん。それから中抜きっていう仕組みを作ったからね。うん、だから、そういうことが起こりうると、国民が疑ってて。うん、人の税金をかけるってなると、それはあなた。 今まではまあ黙ってたけどこの税金がなんだかそういうふうにまたオリンピックと同じようなそのルールのもとにそこでボロ儲けする方がいらっしゃるってことを聞き及べばさそれは国民は「申し訳ないけれどもこういう理屈は政治の人や学者の人がやっててください」とでも税金の使い道に関してはいささか議論があるという声が 強く上がっているのは世論調査の結果じゃないでしょうかね。よく、うん、まあ、あの、費用の方もね。ちょっとよくわかんない、こちっせっかくだから、これ作っ、うん、あの、これ、<っ>これで見ましょうか。これはね、一応できないのが書いてあるんだけど、うん、まあ、安倍さんの方がね。ねうん、一応、まあ、一応、これくらいの見積もりが出てるわけですよね。これね、でも、これは。あくまで、その、うん、ええー、式典の部分だけで。うん、警備費は、うん、まあ、あの、それこそ野党の合同ヘアリングなんかを聞いて。と、いくらかかるかわかんないと。うん、で、まあ。 2 30億は行くだろうと、うん、でその内訳っていうのを見たらいや,いや僕ねこういうもんなのかなと思っちゃって、ねうん、こんな長いこと記者やっててもそういう計算見るの初めてだった、うん、要するにその何人の警察官が動員されて、うん、その人たちが、えー、なんか出張手当だの、うん、何だのか全部でお弁当が2食、うんえー、がかかって、うん、なそれを全部計算していくと、うん、簡単に20億くらいになっちゃうのね。 そう、費用ってそういう感じなの、二十億って。うん、手弁当じゃないっていうね。まあ、手弁当じゃないの。そういうことだってことだけなの、だ <laughs> から<る>。うん、ただ、ただ、この費用、ね、あの、金額っていうのは、ほとんど意味のない。その全体が二三十とか、場合によっちはもっといくね、ね、えー。かもしれないって言ってるときに、二億、二億が高いじゃないか、安いじゃないかって言ってるのがちょっと違和感があるのと。それから、この二億っていうの、僕内訳見てびっくりじゃないけど。お花だけじゃ六千万なんだって。うん <laughs> だからそれはどうしてかってきたさっき言ったようにどこかででいるんですよ下請けの下請けの下請けが実際は花やってるわけです、うん、だからどうして直でやらないのと <laughs> 産地直売でいいじゃないのというんだけど、うん、何だか知らないけど、うん、そこには6,000万かかるわけないじゃないですかっていう現実には。 抜く人がいらっしゃって,いてうん、うん、でも6000人だとこの全体のさ、うんうん、それこそ5分の4分の1くらいお花代ですよこれ費用の。それはちょっと。それはだからね、<laughs> そうだから今度は参列者の6000人のね、うん、招待客の打ち上げを見せろと、うん、こうなるわけでしょ。なるでしょうね。だからそのじゃあ招待される人は <laughs> 包むわけでもなしね、ねあの。 なんか、あの、お線持っていくわけでもないしね。うん、あと通訳とかを、こ、まあ、日本が出すらしいね。うんうんうん、なんか国葬だから。からでもね、これ、いいですか。か内閣、自民党合同葬だからといって。うん、じゃ、あこれ税金が入らないかというと、内閣総ですから。うん、これ、税、税金なんですよ。そで,で,、うん、で自民党葬って言うけど。うんうん、あのー。 まあ、あの中曽根さんはこの間だったからね。うん、政党助成金とか入って,るっていう意味ねそういう意味では税金はすでに自民党も税金で賄われている、うん、っていうなれば大体、うん、いい皆さんの懐から出てるお金で賄われてるんだっていうふうに思ったてちなみにこの合同葬の場合は内閣の直接の負担分は半分だそうです、うん、こ,れのこれが総額で。うん これのの半分なのねでも、まあ、今言ったように自民党がそのもう半分持ってると言うけどその出どころだってねうんうんって話ですよね。ただこれまあ,あの見ていただくように実際まあ歴代の内閣ずっとこうやって見てまあ内閣自民党合同葬でずっと来てねで佐藤栄作さん、うん、ノーベル平和賞までとって沖縄返還も実現して当時の最長記録を持ってた佐藤さんでさえまあ ちょっっっと呼び,呼び名が違ったけど国民層っていう形だんですよね、うん、でこれだけこれだけちょっと三木、えー、さんだけは内閣じゃなくて衆,院、うん、衆議院の合同層ですけどだからまあ吉田茂以降の初めての国葬、うん、まあこれちょっと国葬って書きましたけど今は、えー、国葬儀で、うん、あの各社各社。<laughs> 各社 またどういう言論統制しているのか知れませんが各社国葬儀と呼ぶことによってあれは国葬ではないということで統一しているみたいですがまあ一応それであとさっきの6,000万のお花とあとなんか武道館の貸し切りも何千万がかかるっていうからそれだけで半分くらいいっちゃうんだよね実際はねだからそんなもんだけど終わるわけがなくてむしろ警備とかあとそういう通訳とかそういうのがそれとは全く別にかかるでそれを予備費で出すと。つまり あの国会の議決とかもないから予算はそれに組まれてないんでそれを予備費で出すっていうところもまあどうなのかっていうことだけどでもね加賀先最後にじゃあ法的な根拠がやっぱり必要だとだから結局最後国会に出てきて一応説明はすることにしたと、まあ、国権の最高機関がその国会なので国会が全く知らないまま内閣だけで決めるっていうことが前例としても怖いし前例としては内閣がもうこれを国葬にするっつったら誰でもできちゃうっていうことになるのは まあ良くないだろうとでもただ説明をするだけでは国会の承認を取ったことにならないのでその議決までするのかそれとも一応国会でも説明したんだからいいじゃねえかっていう話になるのかっていうのは 今のところはどうなんですか、説明だけの予定なんですけど、今、閉会中審査があって。いわゆる、あの、コロナの時と同じような議運でやるんですね。だから、衆参議長、あ、衆じゃない、衆議院議長、副議長が座って。で、真ん中で、答弁席があって、ここで総理が説明して。そこには各党の、あの、議運の、委員がいますから。多分、質問はあると思います。ね質疑はあるけれど。 でテレビ中継もあるけれどおそらく議決っていう話にはなってないまあこれに対してそれの中継の中身でね、うん、どういうふうなまた世論が動くかとくかただね僕ちょっとあえてまあ今までの議論をちょっとぶち壊すようなことになったら申し訳ないんだけど、うんうん、今回は安倍さんがその教団に倒れてその教団って銃に倒れてね、うん あの一方で旧統一教会という教団に倒れたみたいなところもあるんだけどそういうふうなことがある中でね <laughs>、うん、あのやっぱり警察の警備に対しての、うん、まあ根本的な変更をしなきゃならないってことになるのお責任は、うん、その失敗だったということがまとめに出てきてるわけですから、うん、そういう部分のことを考えればね、うん 警備の問題っていうのは、まあまあまあ、まさにこの警備をどういうふうにするかっていうのは一つのテーマなんですよ。これは全国の警察にとっても警視庁にとってもねあの偉い人が責任を取って辞めるっていうことはこれは組織だからそういうことはありますよ。でも辞めるったってこの人ってどんどんみんな天下りするんだから別に辞めるったって別に犯罪者じゃないんだからさあのちょっと予定より早く辞めたり辞め方がちょっといつもと違うだけで。 あの別に痛くも痛くもくもないで,、ねうん、で問題はねただ全国の,その警察官ごとに今の段階ではまだ警備担当者だけ、うんえー、いわゆる全国の警備部の人たちが来るいわゆる要人警護の人たちが来ることは決まってるんだけど機動隊までの動員の号令はまだかかってないらしいと、うん、でもこれをかけるでしょう、うん、これもね実はコロナの期間でね、うん、なかなかね、うん じゃあどういうふうに止めるかとかどういうふうなその待機をするかとかこれね大変なんですよ路地はねロジ,ロジスティックを作るのはとても大変だからこんなに何がかかるんだっていうのは簡単なんだけどこれねやっぱり全国の警察にある程度の水準と経験を積ませるといやあの時国民省をやってねオリンピックとはもう訳が違ったよと。であのー 利点をどういうふうにするかっていうのもやっぱりいろんなとこでいろんな人たちが経験するっていうのは僕はね申し訳ないけれども国葬はいい悪いんじゃないんですこれ内閣合同総自民党合同葬だってだって警備は必要なんだからねだから僕はこれはあのあの国葬問題の是非とはちょっと切り離してねこの警備の話をねもう少しいくらかかるんだってことしかみんな興味がないんだけど。 なんこの警備はどういうふうに考え方を変えたりねそれからどういうふうなことでやるのかって議論が実はどこからも出てきてないことの方が多分野党だってこれい,やいくらなんでこんなかかんだとかそういうことを言うに決まってるじゃないですか。でそれがあのもちろん決算されることまでのちゃんとした運用されることは大事ですよ税金が使われるんだから。だけどこれ自体が無駄かのように言うのはね確かに。 1>, 1時間2時から1時間だけやる。武道館ということになればね。1時間に何十億もかけるのかよっていうのはものすごいことかもしれないけれども、実は来年サミットがあるんですよ。日本はね。広島であります。で、あとはまあ新潟とかいろんな場所でその閣僚会議もあるんですね。そうすると、やっぱりいろんなことを考えとかなきゃいけないっていうことが、これからのやっぱり新しい警備の時代に入る。 ことを考えなきゃいけないし今回警察はもうドローンの予算をすごい実践してるわけねだからもう警備の仕方が変わるそれから警備の新しい枠組みをどうやって作るここにテーマがあるんだってことはちょっと知っといてもらいたいかなと思うんですね、うん、まあ、今回警備で絶対に失敗できないっていうのはねう、うん、もうよくわかるんだけど、うん、一方であの例えばまあ安倍さんがねこうなんか テロリストによって殺害されたと、うん、でテログループというものがもう確実に存在していて、うん、またそれが狙ってるかもしれないとかってことになるとね、うん、それはまた大変なことだけど、うん、ちょっと今回のはね、まあ、ロンウルフですよね、うん、そのこの間の番組でも話したようにねはい、はい、だからまあ本当にはっきり言って警察側のポカで、うん、あ,あんな火縄銃みたいなので撃たれちゃったっていうところがあるわけじゃないですか、うん、そこはね。うん うん、だから、まあ、もちろん失敗はできないんだけども、うん、何か具体的な脅威があるわけではないよね、うん、だけどこれはね本当に治安当局の治安というのはさ、うん その警備っていうのはまあ特別何でもできるのかとかね逆に一般の人をどのくらい規制していいのかっていうのはものすごくせめぎ合いがあるはずですよねだから今回お昼じゃなくて2時にしたっていうのもまあ,あなるほどな、うん、いろいろ考えてこういうことなんだろうなとか平日の2時ですよ、ね、平日の2時ですよでお昼にするとこのあとじゃあこの間なんか。 旗を半旗にするのかとかさなんかサイレンを鳴らすのかとかさ黙祷の時間はどうするんだとかさ、まあ、こういうのが政府はやらないっつってんのに、うん、勝手に日本中の、ね、教育長が、ね、通達したりするわけで、ねうんね、出してねえのに文科省は言ってねえのにやるって言ってるわけですね。うんうん、でこれ霞が関には通達が出るんですよ。うんうん 上位を示すといいうのははは霞が関にに出まししたけど国民には要求してないんですよ今回ねですから国葬っていう形を取りながら限りなく自民党内閣の合同葬にちょっと小さくしてる党を小さくしてるのはもう岸田さんもちょっと見え見えなわけこれ大義は一見立派なことを言ってるけど実際はだいぶ小さくしてますよ。 田さんねまあ、岸田さんの心配していた保守派というものの抑えという意味でね今回、国葬にしたことがその効果というのはあるんですか逆に言うと国葬にしなかったらやっぱり岸田さんが懸念するように保守派というものがやはりその抑えが効かなくなるようなその状況というのが実際にあるんですか岸田さんは怖いと思ったんでしょう、うん、でこれによ。って 国全体がこう不安定になるところがその後に旧統一教会の問題にどんどんこう事態がこうスライドしてしまったためにいささか勇み足なったというふうに感じるのは本人も感じてると思うよ。ただ問題はねここはね、まあ、ある意味ではこの内閣がちょっとのんきなところでもあるしそれからなるほどこれが当事者かどうかの皮膚感覚かと思うのはね 例えば官邸でいうと、うん、総理それから官房長官松野官房長官、うん、それから木原官房副長官、うん、これがまあ大体官邸のまあ考え方を決めるバッジですよね。ねうん、まあこれに例えば島田秘書官だとか、うん、あさ,まさまざまな人たちがまあいろいろ関与して、うん、今の政権中枢としてのものを決めるってことになりますね。でで内閣改造統統一一会会ををを外外外すすとと旧統一教会系議員を外すと言って7人を外して人し、うん そうしたら、結果的にはもっと増えちゃったみたいな,な、変なことがありましたでしょ。なんだこれと、身体検査やらないのかと国民はびっくりしたわけですね。で、一方で、その、党三役、茂木さん。か総務会長遠藤さん。この二人も、統一協会にピンとこないんですよ。で、政調会長の萩生田さんだけが今、一人抱え込んでますね。つまりね、あの、政権中枢は官邸も、党本部も。 統一教会っていうものに対して、うん、あの前の総務会長の福田さんが「よく僕何が悪いんだかよく分かんないんです」ってこうまあ常識、まあ、的には考えられないようなすっとぼけた発言してましたけど、うん、こういう感覚なんだと思うんですよ。うん、つまりねよく分かんないってもっと言えばあれは安倍派の話だろ、うん、ぐらいの感じなんですよ。うん、ね。 安倍派だけどそんんななに安倍さん直系じゃないでしょそれから文科大臣やってますからまあ多少の事情は承知してて下村さんの文科大臣経験とはちょっと意味が違うという感じもしますよね。そう考えるとねどうも統一教会問題っていうのの当事者意識がやっぱねまあ操作もそうかもしれない。やっぱり、ね 党と官邸の中枢にちょっとないんだと思うよ。保守本流は統一教会なんかに頼る必要がなかったっていうことかな。まあもっと言うと、もっと言うと高知会やあの経世会はあのもう入り込む余地がなかったと思う。統一教会がまあ1960年代後半にねあまりなかったと思う。でそれよりも そそれこそあなたにもこの方が全然詳しいと思うけど全米ライフル協会からクリスチャンライトにねだんだんアメリカのこう保守層の,の基盤が変わってくる時期とも僕はダブっ,ってるかもしれないと思ってるわけね。まああのイデオロギー的にもやはり清和会が一番合うだろうし反響はとにかく反響でしかもまあ岸さんからずっとそういうつながりもあるっていう。 なんでしょうねだけど逆に言うとじゃああれかな保守派がね怖かったと国葬だとでもその保守派っていうのが実質的には清和会が圧倒的に多くてしかもそのかなりの人がほとんどって言ってもいいのかもしれないけど統一教会に今回関係してたっていう名前が挙かっちゃってるんですよね。そそううするとんなかも保守派が 岸田に対して反拒を翻すなんていうことできるような状況じゃないじゃないですか今保守派は。そうなってみると岸田さんはあんな焦って決めない方が良かったかなというに。ね、それは思ってますよ。思ってますよ。別にそんそこまで必要なかったな。ただね、面白いのはあの8月の終わりに唐突に2回元幹事長があのこんなの反対するやつはバカだとのたまってましたよね。でこれはね。 国民がバカだと言ってるように聞こえて実はやるのは当たり前だっていうことを言ってくれるとやっぱ保守系の人たちや安倍派は、うん、そうだよ二階さんいいこと言うなってことになるわけよ保守たちのメッセージだからあれは、うん、<laughs> 二階さんにバカだって言われたっていうことじゃないんですよ。あれれはやるるのが当たり前だとということを後押ししてくれる 人が今ほぼいない中で、うん、唯一の二回発言でしょ。ああ、じゃあ非常にやっぱりその積極的な発言だったでしょうね。だから国賊判断とそれから二回発言を見れば、うん、この国賊っていう判断が極めて政治的なその判断に基づいたということだけはやっぱりわかるんじゃないですかね。うんうん、まあ中田さんの論理としては十分そういうわかりました、ね。うん、国民としては、うん。 まあ費用の話はまあさっきみたいな話だけども国民としてはこれどう考えてるつまりやはりその国葬葬儀のね政治利用っていうのにはやっぱり今気をつけなきゃいけないっていうのは常にあると思うんだけどさっき聞いてると。 その政治利用の目的がなんかものすごいちっちゃなコップの中の話でしかないでもまあ前例にはなりますよね、やっぱりね。その意味であのこれ今回の件は国民の,この国葬問題というのはまあ来週、どっちみち木曜日に岸田さんがあの話すらしいからその時にはま,あまた論争になるでしょうけどね現時点では、柿野さんどう思いますか。現時点でではは国民は昨日の説明で あのどのくらいそうだな北田さんの言う通りだなと感じたというと、うん、ああまり変化はなかったかなと思います。うん、あの統一協会問題についてはかなりあの総理は踏み込んだと思いますよ。だけど国総問題についてはさして理屈が なかったと国葬でなければならない理由にはなってなかった,ななかったさっきのまあこの4点は安倍さんがまあ頑張ったっていうことの意味にはなってるかもしれない安倍さんの評価という意味ではこれはそうかもしれないけどだから国葬にするっていう根拠にはならなくて、うん、まあそういう意味では国葬って決めちゃったもんですから。 あのどうか一つこれでなんとかただ実態はもうほとんど内閣自民党合同葬にあの限りなく近くやりますからと。まあそういうことになるよねいやそれこそね、うん、あの前防衛大臣の岸さんがね、うん、あの家族葬に自衛隊の議場ょ隊を出してたっていう話があってどうして普通のお葬式で儀場隊が出ちゃうのってなると。うん もしこれだって岸田さんが知ってたか知らないかによって、うん、もし岸田さんがゴーサイン出したら問題だけどまだいいよ、うん、もしこれ防衛大臣の判断だけで出したら、うん、もうシビリアンコントロールなくなるじゃないですか勝手に部隊は出られるってことですよ、うん、っていうことに対して立ち止まってないとだめよこれ話はと思いますけどね。うん ということです、ね、はい。あ、はい、ちょっとまあ話を進めてね、はい、もう一つが、まあ、今角澤さんも話した統一教会、うんまあ、これはもう、うん、もう国葬と切っても切れなくなっちゃったよねまあもう表裏一体の話になっちゃったからね、うんはい、で、まあ、統一教会問題も、うん、あの一応岸田さんが今回、まあ、かなり踏み込んだ対応を発表したとちょっとじゃあその映像もご覧ください、はい、まず旧統一教会の問題です 国民の皆様の疑念懸念を重く受け止め自民党総裁として茂木幹事長に対し先週来3点指示をいたしました第一に党として説明責任を果たすため所属国会議員を対象に当該団体との関係性を 点検した結果をを取りまととめてそれを公表すること第2に所属国会議員は過去を真摯に反省ししがらみを捨て当該団体との関係を断つことこれを党の基本方針として関係を断つよう所属国会議員に徹底すること。 第三に、今後、社会的に問題が指摘される団体と関係を持つことがないよう、党におけるコンプライアンス、チェック体制を強化すること。今のじゃあ、これ、こういうことになります、この3点をまあ茂木幹事長に指示をしたと。うんうん えいうことですねでこれを受けてまあ茂木幹事長がその後会記者会見をやってるんですが、うん、まあいくつかポイントがあって記者がその調査の結果はって言ったら調査なんかとは言ってないと、うん、点検であるとアンケートじゃないと <laughs> 点,点,点検をするということちょっとだからまあ まあ、ちょっとそこが、まず、どうなのかなっていうのが一つと。まあ、茂木さんに、これまた当事者意識がないのと、うん、やっぱり緊張感がないんですよない。それから、まあ、茂木さんが、でも、もし、じゃあ、あの、ここでは、その、まあ、なていうんですか。あの、点検した結果として、出してきたもの以外に、さらに見つかったり、それはちゃんと。まあ、あの、それが嘘があったら、どうするかっつったら、うんうん、まあ、同じ党ではできない。っていう言い方をして、うん、まあ、おそらく、それは、そういうの人には、離党してもらうっていう意味なんだろうけど。 さすがにそういう人がいたら僕が自分、茂木さんが自分が党を辞めるって意味じゃないだろうから、そいつが党を出ろって意味なんだろうけど、点検能力がないとなれば幹事長責任だって出ますよだからちょっとそんな、ひと言見ねこれはもう、この茂木さんの話に行く前に、この話の最初は、この会見でまずびっくりこえたのは、まずは率直にお呼び申し上げると、国民に岸田さんが頭を下げちゃったことだよ。 でね、これがすごいよ。僕らは一流企業の経営者が不祥事を起こして頭を下げるのはこの30年間長年見てきましたから、そういう絵面は何度も見てますよ。本当に申し訳ありませんでしたと頭を下げるそのなんかそれが自動車会社だったりメーカーだったりいろんなのあるでしょう。まあ伊吹寿司もあったし,りした山口商圏もあったしいろいろました,ましたみんな頭下げました。だけど一国の総理大臣が あの旧統一教会の対応で国民のに不安と心配をかけたとこれどうもすみませんでしたと、うん、謝っちゃったっていうのは僕はねなかなかみたいなことないえとだと思ったんですよ。これね僕らは謝罪は当たり前だと思うけど総理大臣が頭を下げるってよりもとんでもないことなんだと思いますよ。まして菅ささんんや安倍さんは ちょっとやそっとこじゃ謝らないからね絶対謝らない一緒だったからね、うん、二人ともこれどう,どう考えたらいいんですか今回。ここはねまず一つはこれを岸田さんの柔軟性のある、うん、その凄みと見るか、うん、軽いと見るか、うん、それはまあ,こあの政界が判断するところと、うん、国民が判断するところは違うと思うけれども、うん、まあ変な言い方だけど簡単に謝れちゃうっていう凄みはね、うん、これはね、うん 自由民主党の総裁として勝ち抜いてきてその戦い抜いて総理大臣を勝ち取ったっていう人にはなかなかできないことですよ。で岸田さんはまあなんとなくツ <laughs> ル慣れちゃったと思うのかそれともやっぱ俺は俺で苦労して頑張ってここまで来たんだと思ってるのかは分からないけれどもやっぱりね国民に率直にお詫び申し上げると言えるのはすごい。 まあ政治記者としては見たことがない長年政治を見ている角谷さんとしては驚いた、うん、いや頭を下げる総理って初め直に率直に頭を下げるのはねやっぱりすごいなと思う初めてであの、ね、例えば自分の不祥事で辞めた総理大臣もいましたよ、ね、それから、まあ、これはもうどうにもならないって言って頭を下げる人もいましたよ。だけどこの問題は あの国民の中ではもう30年戦争なんだけど、うん、あの岸田さんにとっては何だか降ってはいた、うん、話なんだよね。で組閣の前にもずいぶんでかいこと言ったけど大したことなかったじゃんっていうことに対しても、うん、そのまだやっぱりピンときてなかったのかなと思うとね、うん、ここまで頭が下げられるのはちょっとびっくりでした。うんまあ、やっぱりそれは 突然支持率がガクンと下がりましたよ、ね、いやそれはね、うん、それはねこんなことで俺がやったんじゃないのにこんななっちゃうの、うん、っていう気持ちだと思いますやっぱりね、うん、だからまあ、支持率は軒並みにダウンしたことで岸田さんの弱り目というふうなものを挽回するときに、うん、総理大臣ってどういうことで挽回していくのかっていう意味では、うん、岸田さんは謝っちゃうって手を取ったんだなと思ってね、うんうん 僕ね、あの意外とあのいやすいませんすいませんっていうのは小渕さんがどっちかというとそういうタイプだったわけまあ,あの謝ることも厭わないっていうようなその腰が,、ね、腰が低い人だったからもともと威張ってるわけじゃないからあのそういうことにもてらいがない人だったけどそれでもねやっぱ小渕さんはやっとつかんだ総理の座って感じがするけど。 岸田さんはねもう少しおぼっちゃん集会して謝れちゃうんだなと思って、うん、そこがやっぱり一つこの問題統一教会問題を岸田さんがどう見てるかっていうことなんですね。うん、で僕はあの冒頭も申し上げたように、うん、あの当事者能力がないだけじゃなくてあれは清和会安倍派の話だろうと思ってるのが多分安倍あの岸田さんの率直な感覚なんだと思いますよ。当は意識もないってことねう でね、これは僕は立憲民主党も実は同じ感覚かなと見てて岡田さんとか安住さんとか世界日報のインタビューを受けた人たちが、うん、一応これでちょっと細かいですけど、うん、まあ今のところ15人一応出てるそうですね、うん、あの立憲は、うん、まあ自民党がもうすでに160人とか出てるからもちろんそれに比べればそういう理屈があるのかっていうのをちょっと立憲の人に聞いたんだけど、うん、世界日報3回インタビューっていうけれどもね あの世界日報っていうのは実は皆さんどのくらい読んだこととありますかと、ね、世界日報っていうのは当初はもう反響バリバリもう文鮮明先生バリバリだったんだけどあの文鮮明が北朝鮮に行って以降は平和路線っていうのを少し取るんですよ。で反響を強く打ち出さなくなるんですね。ところがまあ普通の新聞にしようと思う世界日報内のこう 路線変更があったんだけどそれがその後すぐクーデター起こされてまた潰されるんですね。ですから世界日報って実は時期によって紙面のトーンっていろいろ違うんですよ。はい、ですからでいずれにしろその岡田さんが受けてる頃っていうのはもうそんなゴリゴリではなくなってるんですよ。で岡田さんは これ,はね、これはもう逆に神保さんなんかもうちょっと当事者になっちゃうんだけどあの民主党政権ができた時にね岡田さん外務大臣やってで記者をオープン制にしてクラブ以外の人も会見を入れるようにしたんですね。でそこで入ってきたみたみいな 言いい方をしてるんですよああ世界日本がもちろんそれは悪いことでもないしそこでインタビューの申請をして今度受けるか受けないかの判断はそれはもう秘書官室と、あのー、外務大臣が決めればいいことですから最終的にはこれ政治判断になりますからそれはどっちにしろその別にオープンにしたから入ってきちゃったからみたいな言い方するのはちょっとおかしな話なんだけど、まあ、そ,こそこで考えて岡田さんは受けているわけですねでで問題はね。 あの3回受けてるけど幹事長にすると、うん、それからあの住、ね、安住さんもするというのはそれはねやっぱりあの同じ考え方だと僕は思ってて岸田さんと、うん、つまりこの話をずっと予算委員会でやり続けてても多分もう結論は出ないんですよ。じゃないですね もちろん行政的な一つの決着だとか今後どうするとかそれから今までの霊感商法の被害の人たちに対しての手当をどうするかとか、まあ、こういう問題それから一方で憲法20条の話が当然そのベースにあるわけですから今度は憲法審査会もそう簡単に動かなくなるわけですよ。 あの憲法問題やりたいと自民党が言ってきたらじゃあまず20条の話しましょうかと。なるし、まあ、しかも自民党の改憲草案はちょっと統一協会案の独立さっていうなりますよね。ううすよねそうするとなかなかこの議論が進まなくなるのと、うん、それからそこは公明党もちょっと硬直状態になってしまうというふうになればこ,れこのつまりもうこれいろんなところに波及するのは分かってるからもう予算委員会でこれずっとこれだけやってたら。 立憲もも実はは見せ場は統一教会以外のこともやりたいわけですよですからあの両面作戦ではあるものの全部を統一教会に行く気ではないっていうシグナルが今回の人事でありそれから岸田さんの、まあ、これ政和会であとはうまく整理してくれることじゃないんですかねという感覚と。 近いのかなと僕は思ってるんですねだからこう逆に言うとね、うん、いやこ,これからも政権を倒すぞというふうに思ってらっしゃる方にとっては、うん、がっかりするかもしれないけどその岸田さんはこれで何かもう自分がどんどんこうそのその内閣支持率も下がっていっちゃって、えー、身動きが取れなくなるっていう認識は持ってないと思いますね、うん、ただ一方で高さんはどううだろうね。うん 僕らは、まあ、あの2009年から12年まで民主党政権を見てね、はい、その後安倍政権をずっとま見てきて、まあ、ずっとほぼその延長上にまあ,あったわけですよね、はい、でも安倍さん亡くなりましたとこの間岸田さんの支持率が今回下がったというけど、うん、そもそも何で高かったのかは今一つ意味がわからない、うんうん、何もやってない何もやってないのに高い何もやってないから高いのかちょっとわからないけどね、うんうん、で今回まあ統一教会であの落ちたって言ってるけれど あのこれまで安倍さんの時っていうのはやっぱりものすごくこう争点になるアジェンダを常に出してきてねベノミクスであるとかえ安保法制であるとかね特定,機密あの特定秘密とかねで常にやっぱ政治に世の中の目が向いていて反対派の人はすごく反対するけどえやはりその逆に言うと支持率する人はちゃんと支持してでまあそれなりの,その支持率っていうのを得ていたと。だけど岸田さんになってね今回。 まあなんかこう経済安全保障とかいろいろ言っているけれど安倍さんの時に比べると国民が関心を持てるようなテーマっていうのが明らかにに極端に少ないですよね、うん、そうするとね、えーまあ、たまたまスタートの時はどういう,どう,いう経緯かわからないけど高い支持率になってたけどあんまりなんかこう高い支持率っていうのはもうその今回誤って全部今回統一教会で生み出しましたって言っても。うん 回復するっていうことあんまり期待できないんじゃないかなというちょっと気もしてるんだけど角さんどうそれはね一方でその別の争点で言えばねそれはもうまさにその通りですよ。あれだけ選挙の争点にね物価問題を挙げていてほとんどの党がそれを挙げていて経済安全保障といったのは立憲なんだけどねとにかく物価高問題っていうのは争点だということを言い続けたのにそれから10月まで国会開かないっていうのはね何言ってんだと。 物価高ってのは今そこにある SOS なのにそれをまあ,あのこっちは予備費がありますからお金は困ってないんですよって官邸は思ってるかもしれないけど国民は困ってるんですよ月の頭になれば必ず物事の値上げのがあってもうあのびっくりするぐらい一つ一つの値上げ幅小さくてもねこれを。 食べたり買ったりして生活している人たちにとっては軒並みアップなわけじゃないですか。ょ商売している人たちも大変ですその通りです。でうん、それからもう一つ言えばまして麻生副総裁に至ってはですね、国内に戦争があるかもしれないと。うん、まあこれは多分そのその台湾海峡並高しになった場合にですね、沖縄の一部を巻き込まれると。うん でで大変なことになるとこういうふうな,なんでこんな時期にこれを脅かすのかというとそれは増税ですよもう増税が視野にあるということですよ選挙がないってことは増税ができるというふうな判断をやっぱり自民党は一方でまた財務省の一部はそうしてる考えてるわけですねそう考えるとね物価に手を付けをしないで何もしないっていうことに対しての怒りは大きいんですよ。これウクライナ情勢があるとかね え何とかってみんな理屈は後でついてきてるけど生活苦やそれから年金受給者の生活区はもう大きいに決まってるじゃないですか。ことに年金受給者は年金なんかもらわなくても悠々自適の世代あの人たちとそれからもらったぐらいじゃ生きていけないと思っている人たちの差がやっぱりもうすでにそこに生活格差が大きいわけですよね。ですからそのの人たちに対しての ある程度の説明というのは何もないんですね,ねつまり何もやらないから支持率が上がってた、うん、やらなきゃいけない時何もやらなければこれは下がるとがる、ね、つまり岸田さんはずっと何もやってないんで、ね、評価が何もやらないからよしの時と、うん、何もやらないからだめの時に変わっただけと、うん、まあこう見てるんですね。 何もやらないって言うとね一部の人たちは反論するけれどもね政権につくとで何か何かこの政権これやってますっていうのはおそらく前の政権と比べても違ってることは全体の中のそれこそ5%もないかもしれない95%ぐらいみんな官僚たちが同じことをずっとやってるわけです変な話。 総理犬を総理にしておいたって多分、政府は回っていくんですよ同じような政策でいいんだったらばでも、そこで違う指導者が出てきて、うん、この部分は私、変えますこの部分を変えますっていうのが何かによってその政権の方向性っていうのが決まるじゃないですかでその意味で何もやってないっていうのはそれがなんか見えないんじゃないかと思いますまあだからねそれは岸田さんが総理になる準備をしてるようでこれもあんまりしてなかった。ったった <laughs> それからやっぱりね、うん やっぱり自分の知名度がないことの、うん、やっぱりこうコンプレックスを何かで埋めたいとで、ねうん、そうするとやっぱりねその広島、えー、核不拡散、うんえー、平和、うん、外交、うん、こういうところが、うん、やっぱり外務大臣一番長くやりましたからどうしてもそこが自分の得意な分野だとどうしても思っちゃうんですよ。うん それでいて、そこは地味だよね、分かんない、なかなかかないで,でますます外交やその平和になると、うん、ますますぼやけてしまう。ま生活に直結していないですからねで。直結しないから。うん、だからただ本人は来年のもうサミットを成功させるための準備にモードは入っちゃうわけですよ。うんうん、そ,ううそういう感じか。うん、だからその国葬だってまあ長文外交をあてにしたかどうかわからないけど、うんうん、たくさんの人がお見えになる。 ということをもてなすことでも、やっぱり一つのちょっとわかるかもしれない。自分のこうイメージがあるんだと思うんですね。うん、外国からね、特にね。そうそう。うん、だから、もちろんね、あの。お、岸田さんが国葬にした、お、おかげでね。こういうことになりましたってことはいくつあるかもしれないよ。それから。あの、岸田さんが、あの。 決めたたり判断したことでももしれないでもまさにあなたがいる「犬が、うん、<laughs> やっても」と言ったようにこれはもう霞が関の政治プロセスの順番でこれが発表、ね、これが決定これがもう発表こういうふうな流れに乗ってるだけであってじゃあ逆に言うとね 原発再稼働の問題をねじゃあどうしてこんな大事なことなのに選挙,前選挙参議院選挙の争点にしなかったんですかとそういうことを言わなかったじゃないですかとうす、ね、こういうふうになれば結局なんだ岸田さん大事なことは言わなくて選挙が終わってから言い出すんだとこうなってきちゃうと岸田さんんに対するる信用がなくなくですよそれががが評価が下,下がりでもねこれはもうアメリカの大統領,選大統領の支持率見てても 分かるように、うん、ちょっと始球式やればピョンと跳ね上がったりさ、うんうん、ちょっとこう何か,かやればもうピョンと跳ね上がったりまたピョンと落ちたりとかっていうことがあって、うん、支持率っっていうのはやっぱり世論動向なんですよだからあの本当の内閣の限界と支持率をこれまた重ね合わせちゃうと、うん、永田町ではちょっとずれが生じてしまう。うん、ただぶ物価問題とかあの生活 のその安全保障に関しての物事の進み方の遅さに関してはこれはもっと野党はせめていいと思うしねえで年末に向けてどういうふうな判断ですかとどういうふうなことをやろうとしてるんですかとじゃあ物価はどうするんですかということに対してのそうするとなんかほとんど補填っていう考え方になっちゃうじゃないここのところね。 でも補填じゃなくてもう少し抜本的な,なか考え方例えば給与を上げることに対してのもう少しこう縛りを企業にかけるとかってことはできないのかっていう議論になっていくためには統一教会問題だけやってたら何も自分のことはできないっていう思いは多分野党も岸田さんも同じだと思うってことが言いたいです。 点だけねちょっとその岸田政権をね、はい、僕はちょっと象徴するような感触を得た出来事があってうん、うん、ちょっと角田さんに聞いてほしいんだけどね、うん、実はその記者会見で、うん、まあ僕は岸田政権になってから実は一度もあたあ質問に当たらなかったんだけど今回、実は当たりまして初めて質問したんですがその質問と岸田さんのやり取りをねちょっと角田さんに見てもらいたいんだ。はい、そそれれでちょっとそれの,あの リアクションが欲しいんですけど、はい、まあちょっとこちらをご覧ください。はい、ありがとうございます。ビデオニュースドットコムのジンです。はい、あの総理、えー、旧トイスコ協会問題についてですね、先ほどの、はい、あのちょっとフォローアップになるんですが、うん、まあ今回結局その100人を超えるね、えー、自民党の議員がまあその、えー、問題のある団体、しかも,も外国の団体ですよね。 とえー、接触をっっていたたことが明らかになったで、まあ、総理は先ほど、まあ、し,っかっしっかり調べて発表して、えー、とにかく今後、その当該団体とは関係を断つということをおっしゃいましたけれども、まずはあの総理のご認識を伺いたいのは、これは統一教会という団体、まあ、旧統一教会でいいんですか、団体固有の問題なんでしょうか、えー、つまりその統一教会の方が何か特別なことをやったからこういうことが起きたのか、あるいはですね、総理、今の日本の、 政治の体制、あるいは政党の体制、選挙の体制も含めてで結構ですが、いいですね何らかの隙といいますか、弱点といいますか、欠陥があって、このような形で、例えば自分の身分を隠して、えー、国会議員にアプローチすれば、ですね簡単に中に入れてしまうというような状態があるとすれば、これ、単に当該団体との関係を今後、断ちますというだけではですね、 これすまない問題である可能性もあると思うんですね、で今回、総理の今後の対応の中にですね、質問旧、えー、統,統一教会だけを対象にしたお話にされてましたけどそのような構造的な問題のある可能性や、その恐れ、あるいはその対応についてのお話がなかったので、もしそこについて、ですね総理、お考えがあればお願いしますはいあの今の点、なかったというふうに捉えられたんであれば、私の説明不足だったと思います。先ほど3点申し上げました。 1>, 1点目は、まあそのえーまあ、点検した結果の取りまとめ、2点目が関係を、当該団体と関係を断つことでありますが、3点目として、今後、社会的に問題が指摘される団体との関係を持つことがないよう、党におけるコンプライアンス、チェック体制を強化する、これはあの当該団体だけではなくして、今後、社会的に問題がある団体と、 の関係について、えー、しっかりと、えー、この、えー、判断ができる体制を党の中に作っていくという点を申し上げたつもりです。この部分においてご指摘の点についてしっかり答えていくことは重要だと思いますし、合わせて、えー、この宗教団体であってもこれは社会の一員でありますからあー関係法令。 遵守しななけければいけないこれはまあ当然のことでありますから、あのまあ、政府として、えー、霊感商法等の被害者にの対応に万全を期すこと、これももう一点の大きなポイントとして、重要な点だと思っています。まあ、政治と、まあ、この団体との関係をどうあるべきかという課題と、もう一つは、実際、この被害に遭っておられる方がおられる。 こうした方々にどう寄り添うのか相談を受けそして救済をするのかこれも政治の大きな役割だと思いますこの2点目後者の部分についても政府としてしっかり力を入れていくことは重要だと思いますこういった切り口からあのまずはこの当該団体との関係について えー、しっかりとまあ整理しなければならないと思いますが、それ以外の,この社会的な問題を起こしている団体とがあこの生じた場合にどう対応していくのか、まあ、こういったことについてもしっかり政治の責任を果たしていきたい、このように思っていますのを、えー、見つけるとすみません。あと 今後,の今後についてですね、それについて、そうしたまあ体制を作るように、幹事長に指示を出したところでありますので、具体的にどうするかということについては、早急にまあしっかりまとめたいと思います岸田さんがね、さっき、うん、あの角谷さんの話にもつながるんだけれども、官僚が書いた答え、 まあ基本的にはあの内閣社会とのやり取りっていうのはまあもう事前に出されてるものと思われるので全部答えが用意されてるわけですよね。ただ私に当てるっていうことはあのその事前に出てない質問が来る。 ということを前提なわけですよ、うんね、他は事前に、ね、こういうのを聞いて聞きますよとか、はい、こういうのを聞いてねっていうのはちょっとあるっぽいからね。あうん、であと答えも当然用意されてるから、はい、そこ質問が分かってたら当然答え用意されてますからね、うん、それでね安倍さんとか菅さんの時に僕何回か当たった時にやっぱりまあ質問を事前に出さないであの聞くと、うん、まああ,のある意味ではちょっとこう何て言うんですかね危ないのかもしれないけど、うん、あの。 口をせぶりすようなことをすごく言うわけですよ。まつまり持論を言っちゃうんです、ね。持論を言うわけですよ。あの官僚が答えをしてこれ読んでくださいって言ったらもう彼らはちゃんと読むんだけどうん、うん、そうじゃないのが来た時は自分の考えを言うんですよ。だけどまつまり予算委員会と同じですよ。まあそういうことそういうこと。出国外で向きになって答えちゃうみたいな問題ね。うん、だけど今回はそのまあそれと明らかにちょっと違う次元の質問をしたわけね。つまりこれは日本の政治の制度上の何か問題があって。 法改正をするか制度改正をしないとうん、うん、例えば外国の,あの宗教とは限らない外国の組織がその日本の政界にこう浸透できちゃうっていうことになるじゃないですかとスパイとかっていう意味も含めてですけれどもねだとすればこれは点検が必要じゃないかっついったら、まあ、あくまで彼は前に読んあの見たものを繰り返して読むわけですよ、うん、つまりそのこっちの質問に適合しているかどうかは関係なく書かれたものをただ読むっていう答えをしかしないっていう意味ではね あの喋り方は丁寧に見えるし分かりやすくて、まあうん、ずっとした読んで棒読みする菅さんとかねちょっと何言ってるか分からないことを言っちゃう安倍さんに比べれば、うん、あの日本語はしっかりしてるんだけど中身的にはね、うん、逆に、まあ、申し訳ないんですけど空想なものを感じちゃったんだけどと来、うん、さんの今の印象どうでしたかうん、うん、あのねこの質問はちょっと神保さんのこの質問はね、うん、岸田さんにはちょっと難しすぎたと思う, <laughs> どう<の>、うん あのどうしてかというとこの統一教会問題への対応以上のことまでまだ考えてないと思うのよ。うううん、つまりねこれには例えば選挙制度でこういう人たちは選挙にはいやあの協力してはならないとかねもしかしたらよそれからその秘書にはどうあのもっと厳しく例えば試験をやるとか何かこうチェック 例えばボランティアに来た人だとバックラウンドチェックしなくていいのかとかね事務所に入っっててきちゃってるわけだから、ねうん、そ,それからこうなんとなくこう中に入り込んでね、うんまあ、ある意味では大物政治家へのお入り口にこうパイプを作っちゃえばねいろんなことできるんじゃないかっていうことがあってそ,のそういうこともこの話ははらんでるんじゃないかってことに 多分ちょっとついていけなかったと思うの。もう統一協会の話として受け止めたんでねやっぱりね、うん、よその選挙がどうやってるかなんてみんな知らないしどうでもいいんですよ。でもっと言うとあのああのだって岸田さんのなんかあの全国の岸田講演会の講演会長が旧統一協会系のそうでしたね、うん、日韓トンネルの人とかどうだとか、うん、そういうことがあって。 それはなんか今とがめられてるかっていうとあのもっと言うとねその程度の付き合いは大したことないっていう判断が本人にも本人周辺にも政界全体にもあるじゃないですか。ね、でつまりあの保守系の議員の最大の弱点は協力する人はいい人だと思ってるわけ。でも これ普通のせせせせ選挙やる人は突然手伝いたいってきたらちょっとちょっとリベラルの方はそうだね常に不信感持ってるから、ねうん、そうそうそう疑心暗鬼だからねそれ、ね、<laughs> こそ立ち入りのスパイかもしれないし何かこういろんなこと考えい、うん、いろいろあるところが保守系の人ってあのここに来る人はいい人で味方だと思い込む節があるんですよ。うん でね、統一教会も勝共連合も、うん、あのボランティアで潜り込むってことはもうほぼまれで、うん、あの別にちゃんとパイプを使えばもっと上のとこから入っていけるんだからさなと。だからあの逆にあの統一教会から来ましたって言って56人の人があの挨拶に来るとか勝共連合から来ましたっていう人が挨拶に来るとかっていうのは実際よくあるんですよ。 そこでその人たちはその人たちだけで作業するの、うん、他とも交わ,し交わらないようにしそれから極端に言えばあの食事も別で取りたい、うん、まあ電話電話とかだもんね、うん、あの電話とかあとポスター貼りとかだもんねポスターとか印紙貼りとかね印紙貼りも大変だからねそれからこういうのをこう折る作業とかね折に入れる作業とかねそんなのも選挙事務所っていくらでもこういう単純事務作業っているんですよ、うんうん でそれを誰か手が空いてる人がやるからボランティアやっていく感じになるんだけどでもそれだけともかくやるもう今日あの 10, 万10万おりましたみたいなことはや,やる人が来るんですよで。そこではお金のやり取りがない,ないからボランティアと表されてるかもしれないけど別にはちゃんとお金が動いてる可能性もあるわけでね,ねだからそれは分からない。うん、だけどそんな実態は自分ととここのことだ で、候補者はほとんどわかんないですよああい,い,いてもおかしくないと思う、ねうん、そうそう、だから、うん、あのそういう問題に思いが馳せないかっていう神保さんの質問は五カ、うんうん、月早いかもしれないよもうちょっとほとぼりが冷めてこないとそっちに行かないまだね、そんな余裕はないと思いますよ、うんうん、ただ、あの皿問いをね、うん、もう皿問いをしちゃったから当分また当ててもらえないかもしれないけど皿問いでね 選挙でボランティアに来た人なんかのバックグラウンドチェックとかもあのあのじゃあ,あの含めてっていうことですかってそれも含めて幹事長の方にこのチェック体制、うん、チェック体制の強化をは、うんえー、図るように指示したって言ってるからうん、うん、一応それも。 統一教今回はまあ統一教会ってことだろうけどね、まあ、ここは一応社会的な問題が指摘されるいいやいやもっと言うとね統一教会はその過去の霊感商法などで大きなニュースになった団体だけれども統一教会は最近そういう霊感商法の話も聞かないし他の大きな宗教団体とも全部付き合うんですから。 まして神保候補,の候補者の選挙区にはな、うん何とか教なんとか教なんとか教の,、うん、いろいろの教会があれば、うん、ちょっと、神保さんちょっと何かやらなくてもいいからちょっと挨拶だけしてってくれないっていうのはいくらでもありますよ、まあまあ、寺も神社もあるからね。そ,うそ,うそ,うでそこであの別にみんなの前で挨拶してくれとかどうしてくれないけど。 向こうに行かないいいでくれっていう思いがあるわけ候補者ってだから挨拶だけなら行きますよとよろしくお願いしますとそれ,でそれが悪いことですかってみんな思ってるわけ候補者ってのはだから選挙の時には多少のことをやってもいいし細かくのことはわからないっていうのはまさにジさんののといで聞いたことなのよそこで入り込んじゃうことに対してそんなことを 言い出したら日本の選挙できねえよって話になっちゃうことまではまだちょっと岸田さんは思いが至ってなかったと思うけど、うん、あの多分茂木さんは総理はやるって言ってましたよって聞いてもそんなことか係ねって言って、うん、もう無視すすると思いますよだからあとは自民党の,その茂木さんの調査じゃないや点検だっけ、うん、点検結果っていうのがアンケートもやっていませんいつ出るのか調査もやっていません、うん、点検しますと。はい なんかガス,ガスのガス盛りみたいな、ね、点検ってねだけどとにかく点検の結果っていうのがいつまでなのかいつ出るのか、まあ、当然それは国会ではあの正されると思うねあの聞かれると思うからそれをまず待つってことで今のところさっき出しましたけどメディア報道その他で分かってるのが一応今これくらいにまず まあ何らかの関わりがあるのがまあこれか166人です自民党がね。ただもちろんあのもうちょっと調べたらこれ以上出てくるかもしれない。百まあ半分半分くらいもくいくいないか。このね、うん、人数が大きいのは、うん、それこそ祝電を打ちました。祝<電>何やりました、うん。インタビュー受けました。インタビュー受けました。うんうん、もうそれは悪いけど何が良くて何が悪いんじゃなくて、うん、統一教会ってことがわからないわからないっていうってこと自体が僕らはわからないわけでね。それがまずいと思う、ね、そうそういうことを、うんうん もっと言うと公認候補のあんたたちのね公認候補がそんなことも知らないであなたこれから日本をやっていこうっていう時にいいのかっていう議論がに広がらなきゃいけないってことを多分ンボさん昨日総理にも言いたかったんだと思うんだけどそんなことを考えてないですよ彼らは。で,でもそういうふうにして選挙制度を変えるとかその選挙の その協力する人たちをどういうふうにしていくのかとかっていうのも根本的に変えないといくらでも入り込んじゃうよっていうことに関してはいやいや有権者に入り込んでもらってなんぼですよ私たちはって思い込んでる人たちを相手に今やり取りをして戦ってんだってことを忘れちゃいけないんですよ。俺は紀藤さんのの気持ちに近いよ今の感じはこれ、うん、ってことはでもあれだね、うん、これ結局ね。うん 社会ってこういう言い方してるまあこれここまで統一教会統一教会、まあうん、旧統一教会って言ってるかもしれないまちょっと旧をつける理由もあんまよく分かんないんだけどねもともとの名前も統一教会って名前じゃないからもともとどっちも旧の名称も真の名称もどっちも統一統一っていう言葉入ってるから、うん、別に旧統一教会っていう物質源性もちょっとあんまりの,の教の字が 違うまあそうそう、うん、まあ本当の,あの名前でいくと本当はそっちの「今日なんですよね。うん、だけどまあいずれにしてもまあ統一教会ってここでは書きましたけどここ統一教会統一教会で来てここは統一教会に限らずっていう書き方になってるの、ねうんだね社会的に問題が指摘る団体と、うん、でもこれは今の角谷さんの話を受けてね印象としては社会的にメディアなどを通じて広く問題が まさに今されているされておりなおかつ世論も <laughs> それに非常に敏感に反応している団体とっていう意味で、うん、ってことになっちゃうんじゃないかな、うん、つまりそんな線引きできないでしょ多分、うん、こういうこういう定義に入るものはやらないっていうこと言えないから特に宗教だったら難しいけど宗教じゃなくったとしてもね。例えば 防衛法とかでもその、えー、指定暴力団になっていればこれはもう法律ではっきりしてるわけですよ、うん、そ,そうと付き合っちゃいけないというのはだけど、えー、そうじゃないものだと、まあ、メディアがどう報じるかとか半グレみたいなのとかね、まあ、反射半グレ、まあ、いろいろ言い方ありますけどだから要は今統一教会が安倍さんのことでこれだけ大きな話になる、まあ、非常にショッキングな事件があってで大きなその問題になってしまっているから。 まあそれをしのげばっていうことが結局どうも話を聞いてね、うん、今このちょっとこう暴風雨が安倍さんの事件以来吹いてるけどまあこんなのはそのうち止むだろうからとりあえずそれをしのぐためにこんなものは一応出してますっていうふうに聞こえるんだけどそれでいいいいわけじゃないけどこれをチェックし続けることを多分大手メディアがやめちゃうから。 メディアがさてくる言わなくなくるだろうしねうん、うん、ただ一応統一教会について言っとくとね僕昨日その記者会見のっ、えー、とに立憲民主党の,あの野党の,あの公開ヒアリングっていうのがあって統一教会の脱会した、まあ、被害者っていうのがねあの、まあ、証言をし,、うん、してたんですよで。それで資料を見せてもらったんだけどあの実際は 2009年以降統一教会のそういう活動がやんだわけでも全くないとただしあの、えー、いわゆる往来で知らない人に対してもうなんかもう無理やり上げ連れていくみたいなようなことはすると本当に、まあ、逮捕されたりするっていうことなんでむしろすでにここまで増やしたパイ教団のその信者たちからの、まあ、いまあ言い方はあれですけど収奪をすることに えっとメインが移ったとそうすると今でも教団にいる人はその告発とかするわけがないわけですよ。よろまあ、下手すると喜,喜んでやってるわけだから。でも金額とかを見るとそんなに変わってないって言うんですよ。だから、新しい被害者をどんどん増やすっていうことは？ ししてなないいかもしれないけどむしろすでにもう囲い込んだ人たちはより厳しい状況に追い込まれているっていう意味では実は問題は全然解決してないんだというのがやっと抜けた方々たちのね被害者たちのあれで,でただもう一つ非常に重要だったのはねあの警察や あるいはあの消費者問題だからっていう変なもの買わされて何百万買わされちゃったからそれはクーリングオフもないみたいな感じだからあの消費者相談センターでしたっけそういうとこにその電話しても宗教だと分かった瞬間にあ宗教はダメなんですっていうふうに言われるっていうんですよねだからやっぱり最後はこの問題そこかなと思う。うなんです宗教カルトっていうものを あのはっきり定義するような何かその、まあ、法律なのか何か別にして作んないとねその信教の自由に抵触しない範囲でやらない限りりはは行政はあんまり何もできないかもしれなないそうなんですよだからやっぱり二重条問題っていうのが実を言うと、うん、もしかしたらみんな触らないようにしちゃってるから今。そう今ね、でも二重条がやっぱり一つの大きなこのキーワードになってくるんだっていう時期が。うんうんうん どういう段階で来るかですよ。で,、ねうん、でこれは一つ大きいと思うし、うんうん、それからこのあの土地境界問題への対応の二番でね、うん、自民党議員は過去を真摯に反省しと。うん、でこれはね、あの関係しているかどうかじゃないんですよ。自民党議員に言ってるんですよ。前議員ってことだね。ね、うん、そうするとじゃあ福田達夫がなんだ僕何が悪いんだかわかりませんっていうのも関係ないっいうのはないけどねというの。あの,ああああの反省しろと。 うのかとそれから井上議員はね三条会議は辞めたと言いますけれどもでもそれで当選したんでしょうとじゃあそこは反省だけでいいんですかということにはならないのかとかね関係を断つってことはそれ,でそれに乗っかって当選した人はそれはその反省してもあと6年議員でいるんでしょってことになるわけじゃないですか。そうう、ね、ういうのはどすするんですかと いうふうふにしていやそこもやはり問題になるとなるならば僕は一番これで問題になっちゃうのは安倍さんんんはどうするんですするででかなんですよ、ね、例えばその、えー、桜を見る会でねなんかマルチ商法の布団屋さんの話が出てきましたねでその人はもう逮捕されちゃいましたけどもそういう意味ではあの今後社会的に問題が指摘する団体と関係を持つ。 こういうのどういすのどるんですかって問題ですよ安倍さんの場合にはその統一教会の、まあ、今の自民党の議員の人たちの、まあ、ある意味は入り口になっていた可能性があるということは、うん、もうすでに報道ベースで指摘されているということそれからあので関係を断つとか反省しろって言ってるのにじゃあ国葬をどうして安倍さんに出るのかってことに。 安倍さんの評価っていうのをねやっぱりいくら犠牲になったとしてもね今回はやっぱりしないとまずいと思うんだでやっぱり問題が明らかに問題があって問題があるっていうことはどういうことかんだ。恨みを持ってる人がたくさんいる団体なわけですよ統一教会っていうのねでそれの宣伝のお先棒担いだっていうことで山上容疑者から狙われてしまったわけですよねそれ自体は逆恨みかもしれないけどそれ自体はね。 やはりそこにもう関係があったという意味では明らかに関係が深い関係があったんで実際はほ他の議員の証言なんかを見ても単にその,そのレベルではなくて票の差配まで安倍さんのところでやっていたというその元参議院議長の証言もあるわけですからね。だからその意味では 安倍さんのことはどうするかってことなんだけど、実は会見でその質問出たんですよ、それがあんま記事になってないのも不思議なんだけど、そこだけ短く見て、ちょっと見ましょう旧統一教会との関係とです、ね、関係の中心には、ね、常にまあ安倍総理の存在があったりとかで、選挙の協力に関しては、安倍総理が中核になってた部分があると思いますが、今後です、ね、旧統一教会との関係を断つ上で、安倍元首相との関係をまあ検証するなどです、ね、見直すなどする考えは今のところございますでしょうか。よろしくお願いします ご指摘の点については、この、まあ、安倍総理がどのようなこの関係を持っておられたのか、まあ、このことについては、このご本人が亡くなられた今、この十分にこの把握するということについては、限界があるのではないかと思っています。はい そうなんだからまあ一応その質問が出てもやっぱりもう安倍さんまあ亡くなってるしそれからやっぱ国民感情としてもまあそのねえああいう形でそのああいう悲劇にあった人をまたここでさらに調べるっていうことは本当に必要なのかっ思う人もいるっていうふうに判断してないかもしれないけど今のところ安倍さんの問題は調べる対象には 入れてないと、うん、安倍さん自身が亡くなったって調べる方法いくらでも本当あるわけですよね、うん、むしろ政治家本人じゃないですよね調べる対象ってねその秘書とかその過去のそういう書類とかですよねだけど一応そこは今のところはやらないというのが岸田政権の欲しい逆にそれやるっつったら、ね、保守派の反発が怖いから国葬までやるっつってんのに、うん、全くそれ意味なくなっちゃうじゃないですか。うん、<れ>だからだからこそ、ねうん、国葬が終わったら、うん もうこの話は全体的に縮小したいと思うのが多分、政権の方向性なんだと思いますね、うん、なるほど、まあ、ちょっとこれは今度の木曜日がまず注目だね、まず木曜日に野党がどこまで突っ込むかもそうだけど岸田さんがどこまで同じことしか言わなかったらどう、角谷さん的にはこの,この程度のことしか言わなかったら。 どんか国もうこの体裁で走ってるからしょうがないっていう態度が出るんじゃないかなと思いますけどね。うん、で今更もう国葬っていうのも変えられないでしょ、いくらなんでも今からね。もう案内は出してると思うますからね、うん、だから、な、ま、ん、あ、とか後付けでも正当化していくしかないっていうことだ岸田さんとしては。で、まあ、じゃあ、これを、じゃあもう最後に言って点だけね、これを乗り切りました、うん、9月27日乗り切りました、なんとかね。うん で国葬に関してもまあ反あの反発はあったけど、うん、まあとりあえず何、うんえー、とか乗り切りましたと、うん、外国のお客さんたちも来てそんなにあの大きな問題も起きませんでした。その次はそ永田町というか政政治的には何が待ってるんですか。うーんまあ。 岸田政権はまあそうするとある程度まあ岸田政権の1年で一応安定期間に入ってきて次はまあ攻めるもう1年になるというような会見をしてリセット感を出すんだと思いますね総理はね。うん、で,で先ほども言ったようにもうあとは来年はサミットですと、うん、来年の,まあその春先のサミットまでとにかくこれがまあ重要で。 えとまあ、僕はね国葬国葬でもし一つ手,手があるならば、うん、そのプーチンも呼んで誰も呼んでね,面白いね安倍さんのね <laughs>、うん、安倍さんのお葬式を材料にね極東でいろんな人が集まって会議をやってプーチンも来てそれでその。 少しは平行をやろうやというふうな話ぐらいを根回ししてればさ国葬も国民からこんなに怒られなかったかもしれないなと僕はちょっと思うのねうでも8月15日、うん、15じゃないや8月の6日にね、うん、ロシア大使を今年は呼ばなかったと呼ばなかったからロシア大使だけ自分で勝手に先に行って。うん なんか喧嘩をするってしたっていうのニュースになってたけど、うん、それさえもできないっていうことなんですよ、うん、だからとてもじゃないけどプーチンなんていう,もう名前は出てこないだろうと思うんだけどね、うん、今回はね今の岸田政権や日本の外務省からはね、うん、でもそういうことが仕掛けられるような気、うん、うううになるといいですね。 随分変わりましたねしかも外交の岸田なんだからなる可能性はあったと思うけど、うん、もうそんなの面倒くさいものは全部排除しちゃったっていう感じで、うん、あのもう本当に真ん中のちょっとのとこだけやってますっていう感じじゃないですか。なんか総理になることが目的だったように聞こえてくるんだよね。総理になって何かしたいんじゃない、うん、総理になることがなんか目,目的、目標だったように聞こえちゃうんだけどね。 ちょっとと残念ですすけどね、ねだとすれば何か角谷さんほかにあ,のありますか何か2週間沖縄でいい時間を過ごしてきて遊んでると思ったら仕事してるんですよ沖縄でうそつけだけど、うん、あの青い海と青い空を見てると神木君の顔を見てるよりちょっとやる気になるじゃいすだからすごいなんか痩せて帰ってきたじ それはどういうことなんですかジンボさんと並ぶ時のことを想定してなんで沖縄行くと痩せるんですかあの粗食になってくるからそうなのオートミールもちゃんと行こうでも続きますから本当そうすかまあちょっとカクちゃんのことを釣りに連れていくっていう約束はまだ果たせてないんでね涼しくなってからお願いしますそれをビデオにちゃんと撮ってあのちゃんとビデオニュースのこ企画かよ次の番組に、あ、そうだもう一つだけねあの。 ちょっとあのこの番組をねまあ要望も結構あるのである程度こうちゃんと例えば月1なら月1でレギュラーにや,や,やっていこうじゃないかと考えてるんだけどその際にね前もともとほら「中田町コンフィデンシャル」っていう番組やってたじゃないですか懐かしいねしいしそんなそ, <laughs> そんな前になってないけどう, <laughs> う,ちうち開局してまだ20年ぐらいだからかただちょっとねそのタイトル、うん、あのままでいいかどうかも含めてね、うん、ち,ょちょっとこれあの皆さん見ていただこうかな。 懐かしいであれ僕がちょっとチャチャチャと作ったんですけどもうちょっと今度のタイトルはさあれですよもうちょっといいのじゃなきゃダメあれじゃあのもうちょっと切った感じにした方がいいと思うますけど使い回そうと思ってたんだけどたくさんの人に見ていただくためにはねやっぱダメかな当時はねパソコンでまだ編集するっていうのが難しくていわゆるスイッチャーを使って作ったんですよ。うととあんんなももだけどやっっぱりちょ あれあのあれ五秒ぐらいので当たく十秒ぐらい十秒ただ10秒ぐら十、ねうん、秒五秒五六秒いいよもうちょっとそのやってやりましょうよ、うん、タイトルは長田町コンフィデンシャルがいいのいや別にそうじゃなくても他にもしあの角ちゃんが好きなタイトルがあったらそれでいいですよ仁王話投げえよとかそういうのでも,いいよ、うん、でもねいや僕も質問長かったと思いますでもね <laughs> 分かってほしいのは出口塞いとかないと逃げられるのもあったでもね岸田さん話長いよね長、はい でね、もう、なんかこう、ものを考えていってるふうに喋るけど、全部読んでるか?。らで、読んでるものをよくつけて、喋るから、結局、長くなっている感じがするんだよね。だから、すっごい喋ってるみたいに見えるけど、本当に岸田さんの。言葉の話がしてみたいよね。そう、そう、だから、菅さん、や、あの、安倍さんの会見の楽しみは。 そこだったんですよ事前通告してない質問をした時に何が飛び出すかわからないという期待感があったんだけどうん、うん、今回それがないのがすごく残念で、うん、いきなりあの国民皆保険見直しとか言っちゃうとかね、うんうん、そういうのが、まあ、ただ言っても全然ニュースにならないっていうのがまた別の問題があるんだけどねこれはね。大大事事件件だだけけどどね、うんうん、本当は大事件なん その官僚が書いたものじゃないから全然調整されているものじゃなくてただ総理がパロッと言っただけじゃ何の意味もないやつって各社法じゃないっていう総理が言ったのが何の意味もなくていいのかで総理が自分の言葉じゃなくむしろ内閣側が調整して官僚が調整して総理に読ませているものは意味があるわけですよ。もうちゃんと内閣でコンセンサスが取れてるからだから棒読みのものには重みがあって自分の言葉で言ったものには何の意味もないっていうのが日本の政治だっていうことは。 皆さんに知っていただきたいなと思うんですけどね。はい。まあそれを乗り越えて頑張っていきます。乗り越えて頑張っていきたいと思います。こ、はい、れからもはい。じゃあ本当に今日はどうも長い時間ありがとうございました,しました多分政局ななかでなるかもしれないから。10月から国会始まりますから、ね。国いろいろ何が起きるかわかんないし、はい、民主党もちょっと新しい夫人なので、はい、ちょっと立憲民主党の方がどうなってるかって話もぜひ聞きたいですし、はい、またえっと近々よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞお時間お願いします。ありがとうございました。